皆さんこんにちは、 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。なお Twitter の方もボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、フォローの方よろしくお願いします。そして今現在チャンネル登録者数が皆さんのおかげで3700人を超えることができました。本格的にこのチャンネルをやり始めて4ヶ月、これがまあ早いのか遅いのかっていうのは分かんないんですけど、まあこれチャンネル登録者数っていうよりも、まあ自分がこだわってるのは再生数なんですけど、まあやっぱり目安ですよね、登録者っていうのは。これまあとりあえず1万人を目指してます。まあその前に5000人ですね。5000人を突破したら、この間ライブでも言ったんですけど、どうしようかなって感じなんですけど、まあ夜通しコメントがなくなるまでライブっていうのを5000人記念でやりたいと思います。そしてコメントの中で、まあ土曜日の夜にやってくれっていう話なんで、まあ土曜日の夜にそれをちょっと考えております。はい、ということで本日も始めます。はい、本日は井上尚弥情報です。はい、井上尚弥選手、12月13日バンタム級4団体統一戦までもう残り約20日となりましたね。スパーリングも、もうこれ大詰めですね。これ、井上尚弥選手とかが、スパーリングを、ガチのスパーリングって、試合前何日前までやるのか。この辺とかちょっと気になりますね。自分ボクシングやってた時は、試合の1週間前までスパーリングやってました。この辺ちょっと気になりますよね。そしてもう最終スパーリング最終段階だと思われます。そしてこれが最後のガチスパーリングパートナーなのかは分かりませんが、今回スパーリングパートナーとなっているのが桑原拓選手ですね。桑原拓選手、大橋ジムの東洋太平洋フライ級チャンピオン、アマエリートの桑原拓選手、こちらが一応仮想ポールバトラーとしてスパーリングパートナーとなっております。この桑原拓選手とは先週、まあ、10ラウンドのガチスパーを2回やったとのことです。だどれぐらいガチかというのは分かんないですが、まあ、当然力は抜いてると思いますよ。まあいい、とても良いスパーリングになったとのことです。この桑原拓選手っていうのは、まあ、どういう選手かというと、まあ、バトラーに一番近いとは、井上尚弥選手が言ってるんですけど、まあ、自分2試合ぐらい見たことあるんですよ。桑原拓選手の試合っていうのを。これだとあんまり中間距離というよりも、結構足を使って接近が多かったように思えますね。バトラーとはちょっと違ったような印象でしたね。まあ、その2試合しか見てないんで、なんとも言えないですが、この桑原拓選手、左で、やっぱ左を多様化しますよね。左だけでワン、ツー、スリーって打つんですよ。しかも、桑原拓選手、KO 率が高いわけではないんですけど、結構重そうなパンチ打ちますね。ドスっていう。左がいいですよね、本当に。左でもドス、パスパスじゃなくて、ポンポンパンチじゃなくて、ドスンっていうのを結構早く打つんですよ。ドスンって。うん、この選手注目じゃないですかね。まあ、こっから世界いけるのかとても楽しみです。井上尚弥選手、今回ポール・バトラー戦に伴い、まあどれぐらいスパーリングをしてきたかというと、まあ8月後半から9月にかけて、まず仮想バトラーとしてアメリカのロサンゼルスのマニパッキャオの元トレーナーフレディ・ローチのワイルドカードジムに合宿に行きましたね。スパーリング合宿に。まあここで分かってるのが、まあちょっと過去の話なんですけど、誰とやったか振り返りたいと思います。これ分かってる範囲でです。まずガブリエル・ムラタヤ選手、8勝0敗の選手ですね。そしてアダム・ロペス選手、アダム・ロペスは結構有名ですね。16勝3敗。アダム・ロペスは過去にオスカル・バルデスとも接戦を演じてるんですよ。そ
そしてあとジョエット・ゴンサレス、ジョエット・ゴンサレスか、はい、ここに25勝3敗の選手ですね。このジョエット・ゴンサレスはこれも世界ランカーで世界トップとも、もう結構僅差、互角に戦ってるんですよ。ドグボエと互角に、まあ僅差で戦って、まあシャクールには負けてるんですけど、ナバレットともいい試合をしてるんですよ。あ、もう一人、レイモンド・ムラタヤ選手。15勝0敗の選手ですね。そしてアザト・ホバニシャン。現在 WBA1 位、スーパーバンタム級 WBA1 位の選手で、まあ次戦で WBC の挑戦者決定戦として、ルイス・ネリと戦うと思われる選手です。そして、アメリカのアマチュア王者のスティーブン・ナバロとこのワイルドカードジムでスパリングを行ったとされてます。おそらくもっとやってると思いますよ。20人ぐらいとやったらしいので、このうちどの選手とガチでやったのかは分かりません。それはそこまでは明かされてません。そして帰ってきて、まあ、10月からはフィリピン人パートナー2人呼んだんですよね。まず一人、元 WBO アジア元チャンピオンのアーサー・ビラヌエバ選手。もう一人が、亀田智樹のスパーリングパートナー、アーネル・バコナ選手。まあ、この二人を呼んだんですよ。まあ、この、アーネル・バコナ選手は、もうスパーリング初日の1回目で、もう失神してしまい、もう1回きりだったそうですね。そして日を明けて、田中康生選手と2週間、スパーリングを結構ガチで、いいスパーリングを行ったとのことです。そして先週、桑原拓選手と10ラウンド2回行ったとのことです。おそらくこれ以外にも当然、こなしてると思うんですけど、まあいろんな選手と。今は、自分が分かっているのは、このあたりです。まあとても、充実した、スパーリングなんじゃないでしょうか。こんなにもたくさんの世界ランカー、元世界チャンピオンとやって、ダメージとかはどうなんですかね。スパーリングってヘッドギアしてるんですけど、ヘッドギアっていうのは脳に対するダメージっていうのはヘッドギアしててもしてなくても変わらないんですよ。ただヘッドギアをしてると切り傷とかバッティングとかを防げるんですよね。だからスパーリングでも普通にダメージは溜まっちゃいますよ。脳のダメージ。ガチで食らえば。だからスパーリングっていうのは、あんまりその世界チャンピオンクラスだと特に、あんまり自分より格上の選手とあんまりやらないですよね。まあ壊れちゃうんで、やっぱり。王は消耗品ですよね。して、もうスパーリングはどうなんでしょう。ガチスパーリングはもうこれで終わりなのか、それとも、今週もう一週間ぐらい行うのか。おそらくもう最終段階だと思います。あとは、怪我のないように、体重調整しながらですね。減量の方も気持ち始めたらしいですね。一番怖いのが、試合流れちゃうことですよね。十分ありえますよね、こういうのって。相手が怪我をした。もしくは、井上尚弥選手だって人間なんで、怪我をする可能性だってありますよね。まあコロナになってしまう可能性も十分ありえます。まあこればかりはね、なんとも言えないんですけど、まあとにかく試合成立してほしいですね。一応まあ予定としては自分はちょっとチケットの方が知り合いから、ラッキーなことに知り合いからもらえるんで、自分行くんですよ、会場に。まあ、見に行きます。そこでどうしようか。まあ、会場でライブやってみようかなと思いますね。会場でライブ。まあ、試合前、まずライブやって、試合中ライブ。どうなんでしょう、これ。試合って結構音楽とかかかってるんで、まあ、著作権とか引っかかっちゃうんですよね。そう、音楽が入っちゃうと。その辺でどうしようか迷ってますね。ただ、やっぱり生の現場からライブってなると、結構面白いんじゃないかって。はい。そんな感じですね。はい。では、
本日はここまでとなります。続報の方を皆さん楽しみに待ちましょう。そして今後のボクシングの予定、一番まあビッグマッチで一番直近は12月3日の赤穂カシメロですよね。12月3日って言ったらあのスーパーフライ級の WBC 王座決定戦、ロマゴン対エストラーダも行われるんですよ。この辺もちょっと興味ありますよね。メキシコなんでおそらく、うん、時間は結構ずれますよね。日にち自体が時差で日本時間だと変わるかもしれませんね。はい、ではここまでとなります。これ聞いていいねと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。